こんにちは、たまたま子です。 FF102 続きやっていきたいと思います。今日はですね、ようやくザナルカンドに再度行こうと思います。いやー、いろんなところ回ってきたよね。アクティブリンクがあるザナルカンド遺跡にようやく行けるようになったんじゃないでしょうか。最初はね、この難易度も星4とかだったけど、今1になったのでスイスイ進めるようになったんじゃないでしょうか。では行ってまいりましょう。ザナルカンドでスフィア半島、元召喚士のイサール登場。遺跡が観光地になったのはシドさんの仕業らしいぞ。それよりお宝スフィアってか。ってことで、なんかここも変わってるよね。まあ行ってみましょう。一度途中まで進んだので、ミッションスタート。とにかくお宝スフィアをゲットするんだよね。この辺の人の話も多分変わってないね、きっと。よし。あ、そうだそうだ、 PR してこっか。あれ、全然できない。全然 PR できないんだけど、本当に限られた人なのかな、 PR できるのは。あ、そうだそうだ、ちょっとおさらいになるけど、シドさんがおそらくこの先にいるんじゃないかっていうことと、あとイサールもここにいるし、あとパッセたちの子供団だっけもいるんだよね。で、パッセたちいますね。ちょっとここもお話聞きましょうか。あ、ユナ様。あれ、あ、これ聞いたやつかな。これ聞いた後に、僕のこと覚えてる？あれか、ゲームオーバーになったのか。これもちろんで選んだんだよね。覚えててくれたんだ。かわいい。この子は花。これそうだね、紹介してもらったな。ユーナ様、飛ばしちゃおうか、これは。はい、こんにちは。みんなで何してるの？魔物も出るのに。スフィアハントしてんだよね。魔物が何さ？なんだっけ？そうそう。あれ？だって僕らはスフィアハンター。ヒントみたいなもらうんだよね。子供だ。子供だ。なんだっけ？ヌだっけ？お宝探しに来たってわけ？ね、ヌだった気がする。じゃあ。あ、ルカってのはお宝のヒントなんだ。ルカ、危ない危ない。そうだよ。なんか15ギルぐらいで、そうだよね。15ギルも出したんだから。ルカ、早く行かなきゃ。おさらいができましたね、これで。ありがとう。ハンター子供団出発。なんかこのルを入力する場面とかが来るのかな。はい、バイバイ、気をつけてね。15ギルでヒントね。転ばないように。はい、じゃあここからはちょっと未知の世界ということで進んでいきますよ。お、あれ、この人話しかけた覚えないよね。え、なに、怪しい怪しい。聞こえるか。お、なんだ。あのな、お、確認したいんだけど、ヒントってさあだよな。そんな大きい声で喋んなくても。さっきガキどもがルーとか言っててな。あれ、何個かあるのかな、ヒント。やっぱりさあだよな。了解了解、ありがとう。なんかヒントはお金とか払わなくて大丈夫？ルトさね。カモメダン。あ、知ってんの？ルサ、ルサ。サル、サルだ。おう、デュブラン様に勝って、あれ、任せてやる。あ、これあれか、戦闘になる。おお、マジか。ちょっと待って、勝てるかな。ま、まあいけるか。じゃあこういう時には敵全体に沈黙と混乱の効果のブレインストームをやってしまいましょう。めっちゃ痛いよ。めっちゃ痛いらしいです。いけー。これで混乱もしてるし、いいんじゃない。で、敵全体にダメージのサイコボムもいっちゃおっか。どうかな。お、一人倒した。お、いいねいいねいいね、強いよ。おー、え、全然食らわずに済んだ気がする。強いね、サイキッカー結構いいかも。
はい、じゃあ進んでいきましょう。ヒントは猿か、あ、あっちにももう一人いる。もう一人っていうかさっきのやつなのかな。おし、どうも。お、すごいとこだね、ここは。いやー、見とれちゃった結構のんき。ところであんたたちはスフィアハンターなの？お、スフィアハンター、カモメ団、観光客ですどうしよう。まあ名乗ってやるか。スフィアハンター、カモメ団。正直すぎるのもどうかと思うよやっぱ戦闘になるよね。そうだよね。はい、勝ちました。お、また敵がいますね。話しかけますか。あれ、見逃してくれたりもするんだ。まあ、話しかけるか。お、子供をいじめる趣味はないけど。お、あ、え、やばい、挟まれてる。あんたたちはいじめまくってやるよ。わー、あ、そうですね、見ての通り今魔物人生を見るために魔物をパーティーに入れつつ、ユーナとリュックとパインのレベルもそれぞれ均等に上がるようにやってます。ということ、このお猿さんは？あ、大丈夫なお猿、ダメだった！大丈夫なお猿さんかと思ったらダメなお猿さんだった。夜尾はギルを狙っている。え、いくら盗まれた？大丈夫だよね、そんな広角に盗まれてないよね。近づかないようにしよう、ちょっと怖いわ、ギル大事だから。でもこの人には喋りかけたい。おっ、お楽しみ宝箱は1回100ギル大好評につき完売いたしました。何それ、お楽しみ宝箱。皆さん何してるんですか。もっとすごい建物を期待していたんだけどね。あー、ちょっと崩落してるからってことなのかな。いや、でもなかなかこんな原稿中が飛び交ってるところ見ないと思うけどな。宝箱全部ポーションだったよ。普通に買った方が安いよなあ、そういう商売もしてるわけね。これはシドさんがやってるってことなんだよね。シド族長がイサールにも協力を頼んでこういう観光地化してお金を稼いでると、そういうことだよね。あ、で、井戸端会議中のおじいさん、おばあさんたちは、ここらの魔物は歯ごたえがないね。あれ、本当？これでも若い頃はガードをやっていたんだ。そこいらの若造には負けやしないよ。そっか。まあ、確かに、今は結構余裕で倒せるけど、最初の方はめちゃめちゃ強かったからな。スフィアハンターグランマダス、作戦会議中じゃ。あ、この人たちもスフィアハンターなんだ。ヒントを2個も持っているんだもの。お宝はいただきよ。ああ、猿って知ってんのね。早いところスフィアを見つけて次のポイントに行きましょうよ。次はキーリ。お、キーリカか。あら、いけない、行ってしまうところでしたよ。ありがとう、ありがとね。なんだっけ、スフィアハンターグランマダス、教えてくれてありがとう。じゃあこのザナルカンド終わったらキーリカに行けるようになるのかな。なんか寺院の方行けなくなってたもんね、封鎖されてて。特に何もなかったね。シドさんいるか。うわー、出た、ここ。懐かしい、意味わかんない謎解きやったわ最終的にはできたけど結構苦労した覚えがあります。ドッキリ宝箱は1回150ギル大好評につき完売しました。あれ、さっき100ギルって言ってたけど、こっちの方が高いんだ。へえ。で、全然ポーションとかしか入ってないってさっき言ってたけど。お、あれ、あ、なんか勝手に進んだ。ねえねえ、ヒントは猿だよね。うんうんうん、さっきなんか巣ごもり猿がいっぱいいたけど。お、パッセたちだね。あ、ねえ、サルス、あ、かわいい、ハート出してるけど。え、大丈夫、お金とか取られないかな。ん、この装置で地下へどうぞ。いよいよ祈り子様のお部屋です。お、いけるのかな、祈り子の間喜んでる。どうした、パッセ。
お宝たくさん見つけたよ。嬉しそう。花は？あ、太郎だった。すごいよ、ゆうな様。ポーションが4個も騙されてるよ。150ギルか100ギル払ったってことでしょ、この子たち。騙されてるよ。ちょっと、そんぐらいあげるから、ポーションなんて。50個ぐらいあげる。宝箱は子供団が全部いただき。いやー、なんかちょっと不憫だわ、これは。子供がゆえに気づいてないからこんな喜んでるけど。ってことで、ちょっとこのお猿さんたちに近づいてみようか。なんか小猿と大きい猿、恋をしているようだ。え？え？だけ？え、だけ？だけ？ダイは恋をしている。あれ？なんかさっきもこの猿の名前出てきたけど、なんか関係あるか？ダイは恋をしている。あ！え？梅彦はやさぐれた目をしている。梅彦どっか行っちゃった。ごめん、ダイ。え？梅彦は？あぁ！梅彦もお金取ってくタイプのやつか。よざるだっけ、あっちにいたのは。ちょっと待って、確認しよう。あ、この子。夜をね。夜をと梅彦と大ね。オッケー。なんか覚えとかなくちゃいけなそうな感じする。なんつったって、ヒントが猿だしね。で、これで下に行くんだよね。よし、行ってきましょう。ここにもいらっしゃるんですね。ご覧ください。この奥には究極召喚の祈り子様がいらっしゃると言い伝えられてきましたが。って、ユーナ様じゃありませんか。懐かしい思い出に浸ってくださいね。いやー、それはね、いい思い出とは言えないんですよね。いや、いい思い出でもあるんだけど、そう簡単には言えませんよね。あー、あ、え、猿さん、お猿さんたくさんいる。あれ、この奥は行けなくなってそうだね、なんか。ねえ、ユーナレスカ様と戦ったところとかは、封鎖されてる感じだけど。こんにちは。シドさん、シドさんじゃん。いや、シドさんじゃ元気？ちょっと積もる話もあるんじゃない？このシド様からヒントを買いたいってのか？え、買うの？くれないの？ヨナ叩き！あ！あ？あん？どういうつもりでこんな変な商売やってるわけ？いやー、そうだよね。なんで？文句でもあるってのか？思い出のザナルカンドですから。ないです、終わり。いや、なんかすごいまっすぐな目で見てくるね、シド族長。いや、これはユーナの身になって大ありと答えようか。何が不満だってんだよ。いや、それは何がって、いや、ちょっと察してくださいよ。あなたもあったでしょ。とにかく嫌なんです。タマコだってやつに。アルベドのホームの後、見せ物にするようなもんだよ。もう、うん、言ってくれた。まずかったか。いや、あ、気づいてくれるんだね。でもいや、なんかやっぱり話が早いとか分かってくれる人だね。いいだろう、そのぐらいとか。金になるんだよとかちょっと言うかなと思ったけど、シドさんはやっぱり言うな思いというか、気づかなかっただけで嫌だって言われたらやめる人なんだね、きっと。いや、やめるか分かんないけど。猿にお金を取られないように気をつけてね。恋をしている猿は安全なんだよね。あ、そうなの？あ、なんか集まってきたけど。え？いや、ダイいなそうなんだけど。え、どうしよう。ちょっと待って。43526でしょ？下の助？あれ？でも下の助にお金取られない。迷い猿。夏。なんかいっぱいいる！金太。赤身。でもお金取られてないぞ。うん。え、大丈夫じゃん。
みんな恋してるってこと？あ、いけたわ、奥。いけないと思ってた。あ、なんかめっちゃ宝箱もあるし、お猿さんもいる。え、なんかこれ取る順番とかで変わったりする？え、ちょっと話聞こうか、お猿さんに。あ！春にお金取られた。3ギル取られたかな。どうも。あー、証拠。え、宝箱開けてっていいのかな。あ、あ、大丈夫っぽい。じゃあ開いてけ、開けてくか。どんどんもらってきますね。あー、サンさんにもお金取られた。万能薬。この人は何さん？アンミン。あ、アンミンにでも取られなかったぞ今。うんうんうん、なんかアイテムだね、アクセサリーとかじゃなくて。あ、ハル。あ、みんなに話しかけたかな。クマジロウ、ショウコ。うん、すべての猿に話しかけて見てるはずだけど、僕はいけるか。あ、いけるんだ。あ、2年前、私たちはこの場所でずっと信じていたものを捨てた。うん、究極召喚のことだね。まやかしの希望を。そうだね。いやー、あの戦いも非常に覚えてますよ。オーバーデスでやられたよね、ユーナレスカ様。どん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 なんかもう見苦しい姿になっていってたよね。あー、あさこ。白吉は恋の予感。お、誰と？びっくりした。なに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 、マジでびっくりした。普通に今お猿さんに声かけようとしてただけなんだけど。誰？よくぞここまでやってきたスフィアハンター諸君。なになになに、だがただでお宝を渡すわけにはいかないぞ。何のイベント？やるのか、やるのか。ファインはノリノリ。お宝が欲しければ、あ、合言葉を言うのだ。あれ、これは合言葉？ヒントのこと？そうだよね。はいはい、合言葉。あれ、まだ足りなかったりする？惜しい。お、最初の一文字が足りないぞ。なんだろう。じゃあ、いや普通に考えたらお猿かなと思うけど、お猿で言ってみる？じゃあお猿で。お猿。当たりでしょ？はずれ。え、はずれなの？お、この声ってさ、え、え、全然思い当たる。もしかしてイサール？嘘。え、嘘でしょ。イサールこんなやつだったっけ。何してるんですか。引いてる。これが今の仕事だよ。聖地を見物に来た人たちのお相手さ。キャラ違うね。かつてはこの地を目指して旅した身だから、ね、そうだよ。ここで働けるなら。嘘でしょ。そうなんですか。嘘でしょ、イサール。来てくれてありがとう。いや、目死んでるぞ、お前。ザナルカンド遺跡はいつでも君たちを待ってるよ。いや、こんなノリノリでやるやつだったんだ。いや、まあ真面目なんだろうな。元召喚師もいろいろだな。え、そうだね。結局合言葉間違えちゃったけど。え、スフィアもらってないけど。検索装置に反応があったんだ。そうだよそうだよ。どこかにスフィアがあるはずだろ。スフィア持って帰らないと。そっか、忘れてたんだ。スフィアハント再開。あ、いいねいいねいいね。ああ、あ、これでまた続きをやれるんだね。朝子にお金取られた。またおい、さくらにも取られたぞ。ここ何、穴開いてんのか。あ、そっちの下に行けたんだっけ確か。よいしょ。え、あれ、待って、何ここ。
こんなとこ来たことないよね。何ここ、うおー、うわー、なんか不思議な、なんか地下みたいなとこ来ちゃったけど、なんか不思議なマップじゃないここ。お、なんだこれ、あ、こんなところに、あれ、なんか欠けてない、スフィアだよね、やっぱりいたか、いたか、あ、なんか守ってるやつね。うわー、やばい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 、待って、お、せ、だな、パイン、いいね、ちょっと待って、今ちょっとあんまりデッキじゃないんだ、大丈夫かな、あー、大丈夫か、ちょっとプロセスとかかけとくか、一応あんまりいいデッキじゃないの今、レベル上げしたくて、痛い、いけるか、頑張れ頑張れ、手堅くいこう、プロテスかけて、あ、いいぞいいぞいいぞ、イニシエのガーディアンね、あ、いいね、守りのベール、いい感じ、あ、MP を取ってるんだね、金のエレメンタルは、いいじゃないいいじゃない、あ、ちょっとちょちょちょ、ずっと MP 取ってんだけど、金のエレメンタル、仕事して、やばいやばいやばい、カース状態になっちゃう、あ、ナイス、あ、サンダーもしてくれていいね、お、あ、倒した、よかった、まあレベルが結構上がってるもんね、よかったよかった、これ多分さ、一番最初とかに来たら全然倒せないんじゃない？5レベルとかその辺だったら。よかったよかった。うん。普通に倒せたね。で、スフィアがあるけど、欠けてるよね。これ割れちゃってるよ。やっぱね、そうだよね。スカだな。スカか。一応、持って帰っとく？いや、持って帰ろ、それは。あの、パンツ見えてますよ、パンツ見えてますよ、パンツじゃないのか、上のなんかビキニとお揃いだから、これはもうなんかビキニっていうことなのかな、はい、え、勝手に戻ってる、ちょっと待ってよ、他にもなんか見るものとかあるんじゃないの、え、待って、え、本当に本当に、もう一回行かなきゃいけない、お、情報だ、カモメ団、あいつにつけ、これはひどいかな、何がすごいの、すごいか、すんごいスフィアがあるって情報だ、もう大勢人が集まってるってよ、キーリカのことか、お、キーリカの森だ、来た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 、聞いたよね、すんごいスフィア、すんごいスフィア、友達戦だ、行くよね、お、これはリーダーは俺だ、俺に聞け、あ、そっか、兄貴がリーダーなのね、行くでしょ、行くに決まってる、よっしゃー、祭りだ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 、行くぜー、よっしゃ、え、これはもう行くしかないけどさ、あ、っていうかなんか選べもしない、戻るとかも選べないあ、これもうなんか絶対に行かなくちゃいけないやつなんだ、全然戻れないもん、じゃあ行きましょう、ミッション、キーリカとスフィアハント祭、キーリカですんごいスフィアの争奪戦があるってよ、迷わずゴーゴーカモメダンゴー、いや楽しくなってきたね、あ、早くんの早、まあ2度目の訪問なので特にそうだね、あのユーナのプロローグみたいのはなく始まったね、あ、びっくりした、あ、なんか会話変わってたりするか、しなそう、聞いた話だよな、え、っていうかちょっと待って、一回さ飛空艇に戻りたいんだけどさ、いいあ、戻れない、え、なんでとりあえずここのキーリカで何かイベントを見ないと他の場所には行けないのか、じゃあまあセーブして行くか、いや、あの魔物人生多分解放したから見たいなと思ったんだけど見れなそうですね、あ、あれ、この人話変わってる、すんごいスフィアか、何が映ってるんだろうね、あ、じゃあこの辺の人たちも話変わってそうだな、あなたもスフィアを探しに
浮かれて怪我をしないようにね。あ、ありがとう。お、若い子たちが暴れたくなる気持ちもわかるけれど、暴れたくなる。ねえ、暴れてんの？お、人員はいろんなものを隠してるんだな。男の子ってほんとガキね。ませてるね。いい気なもんだわ。あ、痛い。おばあちゃん、若造どもめ、何が楽しゅうて騒いどるんだがの。これはスフィアハントしに来たハンターたちってことかな。スフィアよりよっぽど大事なものがあるじゃろう。すなわち魚じゃ。魚取ってきてくれんかの。え、これ魚取ってきてあげられるの？そういうミッションない？ないか。町外れの検問に人だかりができているの。あ、検問してたね。同盟の人たちが集まっているみたい。あ、なんか青年同盟とかエボン島の人たちもさ、スフィア集めたいから来てんじゃない？この果物は3日前のものさ。こんなの猿だって見向きもしないよね。これじゃ商売上がったりだよ。あー、そっか、森に入れないのか。この辺は変わってなくて、あれだね、スフィアハンターたちが集まって騒いでるから森に行けなくて果物が取れないとか、そういう感じ？てか、なんか、お、あ、なんか始まったぞ。興奮してますね。すっごい楽しそう、リスク。なんだろうね。騒いでおる。いつまでやってるんだ。誰かに先越されるよ。冷静だな。ごめん、待って、待ってよ。ちょっと怖いんだろうな、パイン。マジで怒られたりしてそう。うるさいって。この辺の人は会話変わってるか。お、え、あ、同盟のリーダーが来てるってよ。来た、ヌージさん。え、ヌージさんにここで会えるの？やった、ちょっと会いたかったんだよね。森の入り口に集まってる。ちょっと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 楽しみですね。大人は人員の悪者をやっつけに行くんだってさ。あ、そうなの？エボン島の人たち、新エボン島の人を倒すの？うわ、人員の奴らに一発かますらしいな。俺も行こうかな。これか、作戦ってやつ。前に青年同盟のあの本部のところで言ってたもんね。今大事な会議中ですって。で、ヌージに会えなかったんだもんね。ちょっとドナの話も聞いていこうか。あ、ドナーよ。あ、まだその話してんの？え、もう1週間ぐらい、2週間ぐらい口聞いてないんじゃない、それ。バルテロどこで寝てんだろう。家ないのかな、今もう。ここに帰れないから。バルテロー、おばあちゃん、待って待って。うちの孫は新エボン島員でね、ひどい目に遭わねえと言えが。なんか今そうだね、新エボン島をぶっ潰すみたいな。そこまでは言ってないけど、そんな話してたもんね。どうも。お、もうすぐヌージ様の訓示が始まるぞ。青年同盟の勇士は直ちに森へ向かえ。あ、これ通してくれんの？おお、あ、青年同盟だと勝手に思われたってこと？やっと入れた。入れなかったもんね、ずっと。で、閉められたの今、もしかして。戻れないのか？めっちゃいるねー。めっちゃ、あれ？どなん？どなん？あれ？さっきは全然話してなかったのに。違うみたいだ。お、え、違うの？みんなキーリカの人？誰だっけ？ヌージに会いたか、会いたいのかな、みんな。え、え、この人もしかしてヌージ？ドナは特に敬礼とかしてない。え、誰？
髪型。青年同盟のリーダー。なんか、へー、あ、そうなんだ。あ、さて諸君、ヒーリカの寺院には真実の歴史を記録した重要なスフィアが隠されている。何この髪型。スフィアを公開するようにと深夜本島に要求してきた。なんだこの BGM。 だが真実を求める声は常に無視されている。なぜか。あれは真実を隠そうとしているのだ。かつての寺院のように。そのような事態を許してはならない。なんかでも団体行動がそんなに本来得意ではないみたいなこと聞いた気がするんだけどな。でもやっぱなんかカリスマ感すごいよね。なんだ今の顔。でも少しは手加減してやれよな。相手はあんまり若くない。なんかちょっと、そうだね、笑いのセンスみたいな。なんか怪我をしているのかな。なんだか雰囲気違うんですけど。あれ。楽しもうと思ってきたのに、もうムカつく。そうだね、なんかこの新エボン島と青年同盟の派閥に巻き込まれちゃう感じだよね。すごいスフィア、いらないのか。ただただスフィアが欲しいだけなのに、巻き込まれたくないけど。争いの元みたいだし、お、私たちがもらっちゃおう。いいね。よし、はい、いいねいいねいいね、よしよしよし。そうだね、私たちは私たちで楽しんでスフィアを取っちゃおう。おっしゃー、ミッションスタート。スフィアを取ればいいんだよね。すんごいスフィアを奪え。森と山道の検問を突破して寺院の新エボン島が隠しているすんごいスフィアを奪取せよ。クリア条件、すんごいスフィアのダッシュ。オッケー、あー、やったー。じゃあ森の中入れるんだ。てかこことか初めて見るけど、なんかヌージ様のイメージ、なんかちょっと逆だったかも。逆っていうか、なんかヌージ様のイメージってちょっとギップルみたいな、なんかイケイケな感じだけど、なんかどこか闇を抱えてそうなクールなイメージだったんだけど、なんか意外とあれだね、自信がありそうなインテリイケオジだったね。